さあ今日は、有楽町ですね、これからリーグ戦、麻雀プロのリーグ戦に行きたいと思います。まあ、第1節で動画上げたんですけども、リーグ戦は1節から5節まであって、今日が5節の最終節です。1節目はマイナス 1.2 とかだったのかな。で、2、3、4ってやって今プラス 92.6 まで来ました。こう出てるかな。で、今日最後なんで、6位以内に入れば昇級と、ここを目指さなきゃいけないんですけども、まあ一応ボーダーがプラス60ぐらいと。で、今日戦うのが、5位の人と12位と13位ぐらいで、5位の人はまあ昇級圏内にいて、12位、13位はもうがむしゃらに多分戦いに来ると思います。もう多分降級もないと思うんで、残留か、昇級しかないんで、もうマイナス覚悟で思いっきり攻撃してくると思うんで、この辺ちょっと要注意と、いうことで、なんとかちょっとでも、ちょっとプラスしとけば、多分ボーダーが多分70ぐらいにはなると思うんで、ちょっとプラスで、いけると思いますんで、ちょっと頑張っていきます。今対局が終わりまして、4回打ちまして、2着、1着、4着、4着で、トータルマイナス 6.8 と、で合計が86ポイントぐらいで、今3回戦終わった段階で今5位ぐらいなんで、3回戦まで終わった、ポイントは全部見れるんですけども、4回戦目は、ちょっとみんなわからないようにしてるんで、それはもう全部の対局が終わってから、発表されるということで、今現時点では5位ぐらいかな。なので6位までが、昇級できるので、まだ対局 やってる人もいるんで、ちょっとそれ次第になりそうです。ちょっと最初良かったんですけど、2着1着の時にあれと思って、これちょっともっといけば上位いけるかなみたいな感じで、ちょっと3回戦4回戦無理しちゃったところもありましたね。まあちょっと本当に、あとは、お祈りタイムになりそうです。またじゃあ多分1時間後か1時間半後ぐらいには、発表されると思いますので、またその時に。いやー、上がってるといいな。はい、今、X の方で、結果が発表されまして、ここに辺に出しておきますけども、一応5位ということで、昇級できました。よかったです。まあ、青の人ですね、6位までが一応昇級で、この黄色の人1位には、プラス200ポイント以上ということで、これすごいスコアなので、飛び級だから、D3 だったんですけども、僕は D2 に行くんですけど、この黄色の2人は D1 に2個、昇級できるというシステムがありますので、次 D2 なんで、僕もこのプラス200叩いて、2個昇級、狙いたいと思います。いやー、よかったです。とりあえず昇級しました。チャンネル登録、高評価お願いします。よし。